話がつまらない、一緒にいて彼氏で笑うことはない。でもなんか逆に言えば結婚には向いてるのかなとも思いますよね。いいんじゃない、自分側が楽しくしてあげたらいいんじゃない。私あれ思うのよ、だから女の子で、うちの会社のマネージャーチームにいるんだけど、デート行ってきたんですよつって、全然話つまんなくてってすごい言う人がいるのね、女の子 で私はちょっと待てと、お前はつまるようにしたのかと、なんで楽しくさせてもらう大前提なんだっていうことですよ。私はやっぱりこうお互いが頑張って初めて付き合うわけじゃないですか。男だけが頑張るっていうのも違うと思うの。私は相手がつまんないんだったら楽しくさせる努力をしたのかっていうところですね。それを声を大にして言いたい、世の中の女子に。別に男が楽しくしなきゃいけないわけじゃないから。すごい今入って、すごい心に入ってて